だよやらなきゃそだそうだそうだタイが思い出せないわあの派手ガの考察機 y o u t よくしゃべる脚本家のやうわんだっけな無限まやかしだ 大島康弘です。高野湊です。無限まやかしとは映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。す海の始まりというドラマの第7話の2本目の感想でございます。<い>まだの方はよかったら遡って1話目から聞いてください。いえー、角くんについての話、引き続きやっていきますけども。そうですね、もう今回はもうずっと角の話だけする所存。もちろん。 まあねひいてはでみんなにも関わるってことですそうです角は全ての事象そして全ての人の裏に角がいるという角の話だったんだよなそうなのよってなつくんはそれを知らずになぞっていただけだったんだということが分かってきちゃったからね角の歩んできた道を角が切り開いた獣道を歩いてたのが夏くんだったんじゃないかゃそうだなええことなんだけど うん、いやなんか僕前回、はい、何かを残したい欲っていう話したんだけど、うん、いやもう究極これに尽きるんだけどね人にはさほら、うん、睡眠欲、はい、食欲、はい、性欲っていうのが三大欲求っていうけれども僕の生殖欲っていうのに深く結びつくというか、はい、近いイコールで何か残したい欲っていうのがあると そうね。僕思ってるんですよ。まあなんかその三大欲求っていうのはね、もうなんか科学的根拠あんまりないとか、うん。そうね。言われてて、僕はなんかそこに承認欲求というかね。はいはい,はい、はい、その社会欲みたいな。うん。んか承認欲求っていうと今すごい悪い言葉みたいになってる気がするけど、うんうん、こう単純に一日家で引きこもっているよりかは、例えば公園に行って、その知らない人と立ち話しするとか、うん。喫煙所で、 人と喋るとか、タバコの火もらうとか、うん、わかんないけど、タバコ吸わないから今適当に喋ったけど。うん、だからそういう欲求も含めての承認欲求だと思うんだけど、<laughs> うん、社会欲みたいなものっていうのはある気がしてて。そうね。かそれ、それ近いかな。で、その性欲の延長っていうか、うん、その、なんかその性行為をしたいっていうことじゃなくて、うん、人と何か接触したいっていうこと。うん、そうそうそう。だから、なんかそれは、なんだろうな、社会、社会欲っていう言葉 でなんかちょっと俺的にはしっくりきてるんだけどねんかその一歩さらに奥に行くと奥にっていうかその次にやるのってが多分その子供を残すっていう部分だと思うんだよね子孫というかねそうそうそう子孫を残したいっていう遺伝子を残したいみたいなのってさんかやっぱ人間も生物だからやっぱそれはあると思うのよそういうところが。 なんか、それに近いところにあるというか、何か残したい欲っていうのって、なんか、例えばさ、その、突然先生をやりたがる人とか、その作家さんとかでも、なんか作家をこう引退したら、先生になってく、とかもそうだし、と思ってるの、それに近いと思ってるの。の自分が生きた証とかを残したいというか、なるほどね。っていうこと あとなんかその物を書き出したりするというかうんうん、うん、はははいいい結構年いったり、なるあのなんかへえって思ったのが、うん、あの小説のこう公募とかあるじゃない。ああいうのってもう大多数が、えっと、定年した おじさんなんだって。<ー>応募してくる人たち。まあ、いろいろ理由はある気がするけどいろいろ理由は複合的にあると思うけど。うん、時間ができるとか、ただ単に思春期の時の創作意欲じゃなくて、うん、自分が業界でなんか仕事してきたら、こう書くことができたとか、っていうのはあるけどね。でも,でもさ、うん、それを自分のものだけにしておくっていうところにならないんだよね。うん 確かに、なんか日記とかさ、その自分史とかを出版したりとかさ、そうそうそう。あんま、なんか、25とかでやんないもんな。や、やんないじゃないやんないでしょ確かにね。でさ、自分の経験として置いておいて、はい。で、もっとさ、うん。自分の好きな経験をさ、うん。増やしていくっていう方向にもなりそうじゃん。あ、確かに確かに。体験として増やすじゃなくて、そうよ。記録したい欲求が増えていくっていうのは、それは確かにある。ななんか俺、そういうのも含めて、その、やっぱ、 生殖欲から発、端を発する、遺伝子を残したい欲っていうところ、から派生して、何かを残したい欲っていうのって、俺ってあるんじゃないかなって思ってるの。しかもものすごく強く。なるほど。なんか僕はやっぱこう思想的には、うん、その、それは結構人によってめっちゃグラデーションあるから、うん。その生物学的だっていうふうにはあんまり、 認めたくななないいいっていうかかんんんピンとこない部分はもちろんあるんだけどうん、うん、さっき言った性欲だけじゃなくて社会欲っていうふうに広く解釈すればいいんじゃないかっていうことで言うと、うん、そのリアルタイムの社会欲、うん、プラス後世への社会欲みたいなことで言うと子孫を残したいっていうのとその記録として残したいっていうのはこう地続きになるかなっていう気はするので受け入れられはするかなそう、ね、ちょっと言い換えれば。なんかそういうのが俺は結構さ、はい そのなんかちょっと、なんていうのかな、だいぶ、俺はそこは、それもそうだなって思うし、はい、そ,その通りなんだよね。はい、で、俺は結構もうちょっとその肉、肉体というか、生き物の、うん、その、なんか本能って言っちゃうとあれだけど、うんうん、そういうのに結びつけたくなっちゃうところはあるから、あの、なんかそれも分かるし。考え方だと思う、ね。そうそう、考え方だと思うんだけど、まあ、どっちにしろ言ったことは同じで、はい ものすごく強烈な欲求として、あるんじゃないかって思ってるのよ。何かを残したいっていう。わかるよ。だから問いとしてはさ、うん、すっごい丸く言うとさ、うん、人は何も残らない前提で生きられるのかっていうかさ。うん、ああ、いいことよね。そう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 ,そう,そう,そう。<laughs> もう無人島でゼロで、もう。うん 地球最後の人間になった場合生きれるかっていう。そうそうそう。でも、それで頑張って生きようとしてる時ってさ、じゃあ宇宙人がいつか来てくれるんじゃないかとかも信じてるじゃん。自分がマジでラストだった場合生きれるかっていうと、むずいんじゃねえのっていう。自殺しちゃうんじゃないのっていう。なんかそれはあるよね。なんかさ、それこそさ、角の話になるこれ。角の話になる。何が言いたいかっていうと、角も、そういう存在だと思うの。はい。 うん角って、そのこう、そのルーティーンで生きていくこともできたはずなの、その、はい、あの、こう、なんていうか、まあ、その、小さなって言っちゃうとあれだけど、うん、彼の犬、その、生活ってルーティーンができてたと思うんだよね。その、図書館で働いて、うんで、それで家に帰って本を読むっていう。そうだね。それってさ、角が誰かが残したものを、自分の中に蓄積していくっていうこと。で その続いていく人生で終わるかもしれなかったわけじゃない。でも、ここからその他者と関わり、うん、そして関わった上で、角は、やっぱり外野なんですよねっていうふうに、それにさ、なんかその傷ついてる様子もあるじゃないうん、うん。はいはいはい。もちろんもちろん。うん、だから、やっぱりそ、それこそさっき言った社会欲みたいな話で言うと、うん、 やっぱりその社会と関わりたい。うんうん、それは水木さんや海ちゃんと関わりたいっていうことだし、うん、っていうのあったと思うんだよね。そこが多分、見返りを求めてないっていう言葉って、はいうん、俺そっちだと思ってるの。その、なんていうのかな、こう、見返りが欲しくて寝るわけじゃないじゃんじゃないけど、<ー>その睡眠欲と食欲ってさ、 寝たらいい思いができるからって言って寝るわけじゃなくて、寝なきゃいけないから寝るし、食べるのだって食べなきゃ死んじゃうから食べるけど、角くんにとっては、その海ちゃんと関わって、その水木さんの手伝つけをするっていうことが、そっちに近くなってたんじゃないって思うのよ。はいはいはい。もはや。そっちっていうのはその生きること。あもう <う>必要っていうか。そうそう、関わることが。ライフラインっていうか。そう、実は、だから、あの、依存してるって意味じゃなくて。はいはいはい。それは必要だからやってる、つの国にとっても。ああ、なるほど。うん、だから、その、その結果、何か見返りが来なかったとしても。そうん。自分がご飯食べるとか、そうそ、ん、う。寝るとかと同レベルで。そう,そ,うそ,うそう。そう その、水木さん及び海ちゃんを助けるっていう。そうそうそう。ことが入ってたってことか。あそれは面白いな、うん。そうそうそう。っていう、ああ俺はそういう話でもあるんじゃないかなって思ってるの。ああ。その、だから、角って一人じゃん。はいはいはい。で、それでそれこそ女性の影とか、うんうん、もう自分で言ってるくらいあんまないし。本当にないんだろうね、あれはね。でそれを求めてるっていうことも、うん、描かれてはいないじゃん。 そうだね。その、本当は彼女が欲しいんだ、とか。あ、持てなくて困ってるとか。そう,そう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 。<laughs> そうわーみたいになってないもんね、別に、ね。そう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 。言うのじゃない。本当は結婚したいんです、とか。じゃない。だから、そういうのを含めて俺募って、うん、自ら選んで一人なんじゃないかなって思ってる。確かにね。うん。 婚活サイトにも登録してみたけど、全然モテないし。かも全然言ってなかった。言わないじゃないだから本当にその水木さんと、あの、くっつきたかったとか、あの、俺がパパになりたかったんだとか。まあ当然ないし。てかまあ、最初の欲求としてはないつもりだったし。ないつもりだったし。で、多分その後も、なんかないのかなって思うの。確かに。合、あの、合コンって何のためにあるんですかとか。全言ってないもんね。そう、言ってないじゃないそうそうそう。っていうのが、 やっぱり角は、うん、なんかその、要は、選ばれなかった人じゃないんだっていう。はい、はいはいはい。その恋愛者でいう、はい、三角関係の選ばれなかった方。まあ、釜製犬とか、そうそうそう、当て馬とか、とかじゃなくて。何か動物に例えられるあれですね。そうそうそう。でも、その、一人で、うん 生きるそもそも恋愛にこう、うん、参戦してる人間ではないっていうかね。そうそうそう、うんで。恋愛っていうのはその、例えば結婚とさ、はい、かなり繋がってたりもするから、はいはい、そういう意味で言っても、うん、その、角君くんは仮に一人で生きている、社会的に見たら一人で生きていると見てたとしても、はい、彼はその、生きた証を、はい どこかに残しているっていう、その遺伝子という意味で、うん、その子供という遺伝子を残す、うん、ということはしないかもしれないし、とか戸籍とかね。そう、戸籍とかね。現時点ではしてないかもしれないけれども、うん、彼は、彼の遺伝子というか、うん、彼の生きた証を、うん、 どこかに残してるし、誰かに良い影響を与えている。そして、そういう生き方も。それはだから、比喩的な遺伝子ってことね。そうそう、比喩的な遺伝子。情報的な遺伝子。そうそう、情報的な遺伝子だし、その、なんか、生き方とか考え方とかかもしれないし、その、そういうことを残す。だから、まあ、すごい長く話したけど、その、あの、一人、実は、一人で生きることの工程だったんじゃないかなって思うの。 なるほどね。うん。この社会で、角で描いてることってって。だから、あれだよな。うん、すいませんね。角の話もっとみんな聞きたいかもしれないんだけど <laughs> <う>。やっぱあの、<laughs> 僕はパーフェクトデイズという映画が。はい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 。 やっぱさ、いろいろ言ったじゃん。役所広司さんがね、主演の映画ですね。海外でも評価されてる映画ですけど、やっぱりあいつが、その一人で生きてるふりをしているけど、本当に一人で生きてるようには到底見えないっていう、ところがこのドラマの、あ、この映画の、パーフェクトデイズっていう映画の本当の部分なんだっていう。そうですね、パーフェクトデイズ回しましたから。しましたから、よかったらさ、結構面白いと思うんで聞いてほしいんですけど、なんかそれで言うと、あの人よりよっぽど角の方が、 あの役所工事さんがやってたやつが目指してる生活を送ってるっていうか。うん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 。だってあの人、なんかすごい報われてたけどっていう。<laughs> 役所さんがやってた。<laughs> そうよね。そういう目で見てしまうな、角の生活って、うん。その実は結構素晴らしかったんじゃないかっていうか、うん。そう。なんか樽を知るっていうか、うん。俺そこにすごい、うん、そのなんかあの、オブガードさんの作品とかにある、はい、 まずベースに残酷な、て現実的な世界がある上で、はい、その中でどう生きるかっていうのの、道の一つとして、一人で生きる、うん、ということの一つの生き方というか、うんうん、一人で生きていることを、肯定できるような、はい、見てる人がいたら、もの、うん、を描いてたような気がして、だからあれをさ、角さんをさ、 こう、過剰にかわいそうだと思う我々がさ、おかしいんじゃないのっていうか。あ、そうね。うん。そう。いそうじゃないけど別に。そう、そうなんだよ。そうするんだよね。そうそう。いそうかどうかは角が決めることだから。そう、角が決めることだし。そうなのよ。だから俺らが角さんに会った時にかける言葉むずいっていうか。そうね。大変ですね。でも無理しないでくださいね。無理です。無理ぐらいしますよ。無理ですよ。 じゃないと生きていけません。じゃないと生きていけません。同じこと言うかもしれない。水木と同じことね。うん。言うかもしれない。俺はなんかそれが、結構こう、なんか咀嚼してると、はいはいはい。出てきたのもそこなのよ。確かに角には角の人生があって、そう。っていうことを想像すると、で、もう水木とのファーストコンタクトがさ、うん。なんか恋愛的な、こう風が香ってくるような感じ、別になかったじゃないですか。俺はなかったな。なんかその、 ねえ、見た目だけすると、香ってくるんだけどね。見た目だけで言ったら。まあね。あの、このドラマを、その、この輪だけ見たり、あの、無音でなんか流し見してる人から見たら、そうね。そういう匂いするかもしれないけど、俺は思わなかったけど。そうだよね。っていう、まあ、淡々として始まりうん。てか、なんならよっぽどさ、その、まあ、あの、ヤマトとウミちゃんのあの、あれがさ、こう、友達見つけたみたいな。ラブソースイとか流れるかもしれないけど。あれなんか、ファーストコンタクトじゃなかったっていう説が。 なんかその前に最初に会ってたから、かうん、久しぶりに会えたのを喜びだったっていう。まあでも、どっちにしろすごい面白過剰演出ではあったと思うんだけど、あ,ねうん、あっちの方がさ、よっぽど始まりっぽかったけど、今回のもう、その同僚として、小田原中央図書館に新しく入ってきた南雲さんですっていう。うん、で、淡々と、そのロッカールームで、その、あ、すいません、あ、すいません、あ、すいませんとか言って、全然盛り上がんないもんね、最初ね。うん、で、別にキュンとする要素とかも何もなくて、うん、あ、普通に、ちょっと、 年齢の近い人が入ってきたなって思ってたらその明らかに子供を連想させるものを落とすっていうところで、うん、もうそのあそうかあそうかその,その人に事情ありだなっていうか、うん、その年が近いし自分よりちょっと下っぽいから、うん、そう友達になるのかなって 思ったり恋愛的な可能性もあるのかなってもし角がここで思ってたとするなら、うん、その予想をこのワンアイテムでもうすでにちょっと裏切られてるっていうかぐらいでもうその時点でさなんか新しい風が入ってくるとかそういうことじゃなくて、うん、でこの時点でも角は自分の人生をかき,かき乱されるとはまだ予想してないじゃないですか。そうね だけど結果的にはめちゃくちゃ書き乱されてるじゃないですか。でもそれが必需品として書き乱されてるっていうか、何ていうのかな、その、ずっと床とかさ、道とかってさ、あの、ホラーなとかで寝てた人がさ、その布団を知ったらさ、睡眠の重要性に気づくじゃないですか。なんかみたいなことが起こってるかもしれないってことですよね。そうそう、そうだね。高橋さんが言ってるのは。で、最後に、その、えっと、弥生さんと会ったところで、じゃ何が始まったかと言ったら、俺多分、角君は、 今後も、外野として社会に関わり続けるっていうことなんじゃないかなって思ったの。面白いけどね。そのなんかこう、おせっかいかもしれないけど、その一人ということを選んでるからこそ、関われる関係があるわけじゃない。なるほど。だって、角くんは一人で家に帰っても、本を読むことくらいしかなかったからこそ、 みずきさんと、海ちゃんを助けることができたわけでしょ、うん、他の人にはできなかったわけじゃん。確かに。そう。一人であるということが、誰かを、外野だとしても、助けられたんだよ。その、そうだ身、ね、内、内野、うん、身内が助けられなかったことを、外野を助けられる。うん、すごいなんか、うん、皮肉っていう言い方するとあれだけど、うん、一人だから、誰かと入れるのよ。うん、なるほど。 っていうことで、それって必ず、その、目に見える、分、うん、かりやすい社会的な言葉で言ったら、うん、子供とか、うんうん、あと結婚、戸籍みたいなことは残らないかもしれない。い。でも、彼は生きた証っていうのは、そういう形で残り続けるし、残せ続けるし、残し続けるんじゃないか、うん、なるほどな。で、それが最後、その、水木さんと海、うん、ちゃんっていう、うん 二人に対して、そういう関わり方をして何かを残してた。うん、でもそれが、プツッと切れちゃった。うん、だから、その、要は、寝るっていうのがなくなっちゃった。い寝なきゃいけないのに眠れなくなっちゃったみたいな。なる,なるほど、なるほど。もう、彼にとってはすごく大事なものだったのにっていうところから。うんうんうん、疲れない体を手に入れてしまったみたいなことなのかなみたいな。もう、でもそれは昔はそれでよかったのに、はいはい,はいはい。今はもうそれができないってなった時に、なるほどな。弥生さん っそしてまあその夏くんだし海ちゃんっていうつながりができたことによって彼はまた一人という立場だからこそできる何かを残すということそれが俺は一人で生きることっていうことの角的な生き方っていうことの工程であるしそれは非常に現実的だし確かにね。 テレビを見ている我々でも、うん。できる、うん。そうね。ことなんじゃないかと思ったし、すごく現実的。その、あの、図書館で指が触れて、恋が始まるなんかよりも、はい、よっぽど現実的で。何それ。な、ない、ないって言っちゃうとちょっと嫌だけど、<laughs> それに期待するのが、あの、は違うんじゃないってこと。 街で絡まれてる不良から助けるパターンない<そう> <laughs> 助けるパターンじゃないそういうことからでしか人は救われないっていうわけじゃ全然なくて、ななるほどな一人のままでもこういう形で、その社会に何かを残してるし、あなたの生きた証っていうのは残ってるっていう。うで、そしてあなたが生きてることに本当に意味があるし、そのままでいいんだよっていうか、そういうなんかその、 手触りのある優しさっていうのを感じました。うん、確かになあ、その,角の物語でその角をやっぱかわいそうだって思ってしまうのは、うん、その当然社会にいるには見返りがあるはずだ。だ で、見返りを求めてるはずだって、思っちゃってる我々がちょっと凝り固まってるかもしれないし、まあもちろん今回の回に、多分おそらく、まあ結構ね、そのコメントが、コメントとかその SNS の反応が結構きつくて、そのすごい主観的な意見を我々にぶつけてくるコメントが多くて、いやいや、それはさ、そのドラマの感想として自分で出せよってちょっと僕は思うんだけど、なんか我々託されがちになってきたね、最近。れ、々に言うなよっていうのはちょっとあるんだけど、で、今回のも、いやいや、とはいえ、老後は一人で生きていくのは大変です 老後にななってみみれば分かりますよみたいなコメントがどうせつくんでしょ多分 <laughs> それは俺は予想できる、正直。はっきり言って。たよ、そうそうそう、ね。いや、そこまで想像しないと喋れないのは、正直ドラマの感想としては僕は窮屈なんで、まあやめてほしいんだけど、そういう話してるわけじゃないからね。うう物語としてどう描かれてるかっていう話をしてるだけなんだけど、うううん、だからそれは一つのこう、それが無理だと思い込んでいる社会が無理にしているんじゃないかっていう話で、うん、そういう人がいっぱいいて、 角みたいな人が、年取って、角とかその、パーフェクトデイズの平山さんみたいな、うん、役職おじさんね、みたいな人が、いっぱいいる街だったら、その人たち同士が助け合うんじゃないかっていう。そうだね。可能性も別にあるのに、いや、ね、いやいやいや、老後結局一人じゃ無理よ、みたいな、ことを食い気味に言いがちな世の中のせいでそうなってる部分もあるんじゃないのっていう考えにはちょっと及ぶかもしれないです、今回の話、うん、そうだね。うん。俺も引いてはそういうことかな。 面白い。ああ、でも僕全く思わなかったけど、言われてみればそうかも。うん、なんか俺はそれは、非常にこう、なんか今に染みるというか。そうだね。だってね、その結婚して老後を迎えるっていうモデルが、もう崩壊してるわけだもんね。そうそうそう。だから、これは本当今度雑談会の話にするけど、あの、そういう、なんか一人を選べることになった社会だからこそ、一人でいることのリスクと、 恐ろしさっていうのが、ものすごく今リアルになってきてる、うん。で、ちゃんともっと検討しなきゃいけなくなってるのに、そう。なんかその上の世代から教訓っぽい感じで、押し付けられることによって、うん、こっちが考えるチャンスを与えられないまま、なんかそのまま価値観を結局継承してるみたいなところは、ね、そうそうそう。ありますよね。で、そういう中で、一人をそれでも選んだり、一、うん、人しか選ばざるを得なかった人たち、うん っていうのは、多分ものすごく増えてると思ってんの。はあ。少し前に比べて。これ、これ、丸2か。これ、丸6とかだろすみません、ちょっと。ちょっと、まあ、いつも順番を間違え。この辺にして、まあ、とにかく、そういう。一人で、いざるを得なかったり、一人を選んだ人たち。っていうのが、ものすごく、おそらく、たくさん増えてるであろう、世の中に。角君っていう人は。 その人たちへのすごく現実的で、はい、温かいエールを送っていると思いました、はいはい、っていうことで、いいですね。2>, 2話、始めさせてください。はい。<laughs> はい。はい、まあ我々はやっぱ概論、 格論っていうパターンですから、はいはい、まあこの後場面とかセリフとかの話をね、はい、ちょこちょこしていけば、ね、と思いますけれども。はい、続いていきますのでよす、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田キャストユーチューブとポッドキャストで、全て配信しております。よかったら、さかのぼって聞いてみてください。大島さん、オッケーでした。高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。続きます。<music>